疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、3回目のあざとくてのご出演だったんですけれども、いかがでしたか。いや、やっぱりなかなか距離が縮まらないですね田中さん、やっぱ、はい、あ、そう、うん、なんか毎回ほんと不思議な手応えだよな。そうだね、なんでこんな何回も呼んでくれるんやありがたいですね。縮めていきたいんだよね、だからこっち縮まらないよな。何回か3回も呼んでいただきましたから、徐々に徐々にこう縮めていきたいなと思ってるんですけど、縮まらないんですよね。縮まらない、3回の距離が縮まらんし、もう全然テンション上がってないもん田中さんが俺らの対象もマジで上がってない、上がってないもん、マジで。別の回の収録見学に行ったのかな、どんな感じでやってるのか俺らの時だけなんかな。どんな感じなんですか、いつもあんな感じですか。いや、違うんじゃない、うん、あ、違う、もしもしかしたら何なんかね、振り向かしてやりたいよないやすか、一番無理なんじゃない。いや、めっちゃ無理だと思う今んとこね。あ、でも翔さんあんの。でもなんか一気になんかバチンってひっくり返るとか。わかるわかるわかる、その、うん、確かに。そうそうそう、なんか急にお前のことめっちゃ好きになるみたいなことはありそうな気がする、田中さんの中で結構俺は異次元的な存在だと思ってる、うん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 、どっかでもう巡り巡って、わかる、オセロのあれがもう全部ひっくり返るかな何度か呼んでいただければどっかでいけないバチッと呼んでいただければ、700回ぐらい呼んでもらうんだからだいぶ先ですね今回あのドラマの方いかがでしたか。ドラマはもう一番ええとこで終わってもうちょっともう絶対さ、来週最終回、うん、はい、絶対見なきゃ。そうですね、ちょっとさすがに気になる。あと1話でいけます。次でもう終わりですね。マジっすか、いけるかな、あと1話で。いいですよ、やっぱああやってみんなでワイワイ言いながら見るああいう恋愛ドラマが一番面白いですね、うん、はい、うん、確かにな、なんかあのメンバーでいろんなドラマを見たい普通にいろんなドラマを見たい、韓国ドラマとかじゃない、うん。